DM&IR 路線図、ダルースミセーベアイアンレンジ鉄道は、かつて、アメリカ合衆国に存在した、鉄道運営組織である。アメリカ鉄道協会の報告記号はドマー。略して、ミセーベ鉄道とも呼ばれる。ミセーベとは、メサビ鉄山の、メサビと同義である。DM&IR は1937年に、ダルースミセーベノーザン鉄道とスピリットレイク。 トランスファー鉄道の合併により設立された。翌年、ダルースアイアンレンジ鉄道とインターステート、トランスファー鉄道が加わった。これらの鉄道は、1930年から DM&N がリースしていたものであった。主として、メサビ鉄山から産出された鉄鉱石を、五大湖の港である、ミネソタ州、ダルースとウィスコンシン州トゥーハーバーズに輸送していた。 鉄道である。後に輸送物資はタコナイトに切り替わった。2004年5月10日、ドナーなどで組織していたグレートレイクス、トランスポーテーションごとカナディアンナショナル鉄道に買収された。ダルースアイアンレンジ鉄道は1874年にシャルルマーニュタワーによって設立された。その目的はミネソタ州タワーにあるミネソタ鉄鉱石会社からスペリオルコの港、 トゥーハーバーズに鉄鉱石を運ぶためのものであった。D&IR が初めて鉱石を輸送したのは1884年7月31日で、相談鉱山からであった。D&IR は1887年にイリノイスチールに買収された。1901年、イリノイスチールは US スチールとなり、鉄道部門はそのグループの一企業となった。 DM&IR の鉱石積み出し桟橋及び貨物船。1900から1915年頃、撮影ダルースミセーベノーザン鉄道は1891年に設立され、初めて鉱石を運んだのは、翌1892年10月、ウィスコンシン州スペリオルに向けてのものであった。こうした鉄道網はメリット兄弟によって、 メサビ鉄山の良質な鉄鉱石が発見されてから必要となったものである。D&IR は新たに支線の建設しようとしたが、それは実現しなかった。メリット兄弟は1893年に DM&N をダルースへと延伸し、そこに積み出しようの桟橋を設けた。ダルース延伸においてメリットの財政基盤は弱くなり、1894年には、 ジョン・ロックフェラーが支配権を得た。1901年、ロックフェラーは DM&N を US スチールに売却した。トゥーハーバーズで保存されている2から8から8から4、型1901年から1938年まで D&IR と DM&N は US スチールが所有し、それぞれ独立して運営されていた。 1938年6月、両社が合併して、ダルースミセーベアイアンレンジ鉄道となった。二つの鉄道を象形した形で、ミセーベとアイアンレンジの二つの営業区域があった。折しも、第二次世界大戦の直前であり、鉄鉱石の運搬は増大。輸送トン数は、前年800万トンから、倍以上の1800万トンとなった。 そして1940年には2800万トン、1941年には3700万トン、1942年には4500万トンを輸送した。輸送トン数の増大につれて、DM&IR はより強力な機関車が必要となった。まず、1941年春に、ボールドウィンロコモティブワークス製の車軸配置2から8から8から4の、 イエローストーン型蒸気機関車が8両導入された。1942年になるとそれでも輸送力が足りず、戦時生産本部はさらに重量の製造を認可し、翌1943年に納入された。第二次世界大戦後も、DM&IR の鉄鉱石輸送量は増大を続け、1953年には4900万トンに達し、 これがピークとなった。同年、M 度製の SW9K ディーゼル機関車を導入。1956年には SD9 型を導入した。蒸気機関車が営業列車に最後に使用されたのは1960年であり、未成部ディビジョンでの旅客サービスは1957年で廃止しており、1961年には全線で廃止した。 ディーゼル化と旅客営業廃止に加え、良質の鉄鉱石輸送も限界が見えてきた。アイアンレンジの鉱山は次々に閉山した。トゥーハーバーズにある DM&IR の鉱石桟橋は1963年に閉鎖された。こうして衰退するかに見えた DM&IR だが、 1963年11月3日に、ミネソタ州憲法にタコナイト修正が施されたことで、救われた。この修正は、タコナイト産業への課税を25年間制限するという、ものであり、ミネソタ州北部でのタコナイト産業の発達を、促した。1964年には、エベレスタコナイト社が設立され、1966年4月8日には、 エドモンド・フィッツ・ジェラルドによりエベレスタコナイトのペレット2万3000トンの輸送を開始した。タコナイトがメサビ鉄山を復活させた。1988年、US スチールは傘下の鉄道や輸送会社を一つの子会社トランスターに集約。下半の株式をブラックストーングループと US セックスに売却し、DM&IR などはグレートレイクス。 トランスポーテーションに譲渡された。GLT は、ブラックストーングループ参加である。2003年後半、ブラックストーングループは、GLT をカナディアンナショナル鉄道に売却することに合意。2004年5月10日、正式に譲渡された。ありがとうございます。